このビデオは、エッセイ、糖尿病、ステージ2、その後です。1回目の抗がん剤治療が終わり、9日目、退院することとなった7万円かかった。1回目の治療でトラブったことは、病院食が高カロリーで血糖値が高くなったこと。また、入院中の血糖値が高くインスリン注射を続けたことだ。そのため、2回目の抗がん剤治療まで他の病院で糖尿病の診療を受けた。そして自宅で血糖値を測り、インスリン注射をすることとなった。血糖値がリアルタイムでわかるため、血糖値のコントロールがしやすくなった。インスリンを1日6単位打つと快適に過ごすことができた。一方、糖尿病の飲み薬でアレルギーを起こし、背中や肩に発疹が出た。それを鎮めるため、塗り薬を処方してもらい、1日2回塗った。声が出なくなってから5ヶ月、2回目の抗がん剤治療に入った。2回目も1回目と同じ薬の点滴だった。点滴中は塗むけだけで痛みはなかった。3連休も病院食を食べた。1日4回、体温、血圧、血糖値、酸素濃度を測った。測定の後、食事だった。夜、空き時間に病棟内をウォーキングした。7日目、11時、退院となった。15日後、CT スキャンをするという。さて、今回がんになった原因は何だろうか。肺がんなので、呼吸器関係だ。肺に入るものとして、ピーナッツのかけら、蚊取り線香やベープマットの煙、布団の綿ほこりが考えられる。もちろん直接原因は薬のアレルギーだ。CT スキャンをした抗がん剤を入れる前と後とを比べると、画像に全く変化がないという。変化がないということは、がんの進行が止まったということで、がん治療では治療に効果があったということだ。それで3回目の抗がん剤治療が決まった。その間、糖尿病の治療をする。自宅で血糖値を測りインスリン注射をする。